創価ワクラテスの弁明チャンネルをご覧の皆さん、新年明けましておめでとうございます。はい、2023年になりまして、まあ去年はいろいろ信じられないことがまあいろいろとあって大変だった年だったと思うんですけれども、今年は、ね、少しでも健やかに穏やかにいい年皆さん迎えていただけますよう、私たちスタッフという変ですね、あの番組制作者一同、はい、願っておる次第でございます。でそんな中でですね、もうやることは去年までと同じです。こう一つはこう少しでも楽しいコンテンツを皆さんの楽しみにこう慰めになるようなコンテンツをお届けするということと、もう一つは役に立つ情報を、正確な情報を出していこうということで今年も運営してまいります。でそんな中で去年あの念願でしたチャンネル登録1000人っていうものを達成できまして、これもう全て皆さんのおかげです。ありがとうございます。でこの先まだまだ2000、3000と増やしていきたいところですので、ぜひぜひまだの方はチャンネル登録で、すでにしていただいている方はこう広めていっていただきたいですね。で時々あの直接対面でこうこそこそっといらっしゃって、小さい声で YouTube 見てますっておっしゃる方がいらっしゃるんですけども、別にあの何も恥ずかしいこととかそういうことではありませんので、もっと大っぴらに情報拡散あのしていっていただければありがたいです。では毎週月曜日のレギュラー配信と、あとは時事問題なんかの不定期の配信なんかを今後も今年もお楽しみにしていただければと思います。では今日はご挨拶のみで、また来週から本格始動でございます。今日はこの辺で失礼します。アディオー。